ちょっと待って。あ、でもなんか、うん、雰囲気が出てますか。あ、いいね。あ、いいかも。あ、ちょっとライトが反射しまってすいません。まあ日も短くなりましたので、まあ、5時までの営業ということと、なりますが、まあ夜帰られる方、ね、忘れ物のないようにという意味合いも含めて、そして駐車場で、ちょっと暗い駐車場だと怖いかなと思いまして、この辺本当に街灯がしかないんです。で、まあ電車が通ってその時だけ一瞬明るくなるという、状態ですので、まあこういった形で、タイマーで電気を、つけさせていただいております。そして夏に向けて、ちょっと夜も営業できればなと思っておりますので、夜もドッグランが使えるようにしたいなという思いを込めて、こんな形で、ライトをつけさせていただいております。で、やっぱりこのライトつけるとこっちのライトアップがちょっとボケるな。で、まあ、こっちの方がちょっと長めに、時間設定してあります。で、まあ、定遊館の看板を、以前の場所から持ってきましたので、なんとかこれをきれいにして、つけたいなと思ってます。そして、ちょっとまだ、ちょっと明日、今週ちょっと雨降るという予想が出てますので、ちょっと工事が遅れ気味ではございますが、なんとかスタートは切れそうな雰囲気が出てきましたが、また後ほど皆様にご報告したいと思います。プールの方も、ライトがつくようになりました。こちらもやっぱり夏は暑いので夜もやりたいなと思います。今一生懸命ポンプが今日から作動しましたので、一生懸命お掃除ロボットくんとろ過器くんが、頑張って掃除をし始めてくれましたので、2、3日で綺麗になるかなと思ってます。そして、こちらもようやくちょっとまだちょっと待ってくださいね、はい、こんな感じで、ライト、あ、電気がようやく通りました。あ、落ちちゃった。あとはちょっと中のバスタブの掃除とか、もろもろ掃除類をだいぶ埃が飛んできているのでしたいと思います。ドライヤーも動きます。ある、さくら、ナイトドッグランしよう。やめて、やめて。はい、あ、じゃあそっち行くの。はい、さくら、やめて。どこ行く、ある、どこ行くの。そこ大型犬よ。はい、おいで、こっち。はい、さくら、ゴー。ある、こっち。やっぱライトついとるといいな。夜は走らないのよ。これ昨日マックスがしたところにちゃんと転がね、すごいね。あ、そうや、ホース買わないかん。ちょっとうろうろしとる間にちょっとお父さん、まだあとここをね仕上げないかんもんで、ちょっと待ってよ。ちょっとここの人工芝が伸び伸びになってますが、トイレも、もうちょこっとだけやるんですが、まあ、基本的にはもう内装はこんな感じで、いきます。で、ここにちょっと電気の制御盤を持ってきたので、ちょっと防水も含めてちょっとだけあれですね、
裏板を張ったりもろもろしたいなと思います。で一応防水板になってるので、大丈夫だということです。あ、なんかこう汚いな。もうこれほんとね、資材置き場も片付けなあかんし、どうしよう。こんな感じでございます。あとちょっとやな、ほんとあとちょっとや。サバちゃんそこでうんこするんや。で、大型犬エリアも結構明るく光ってます。まあ、夜でもいいかなと思います。でこちらに、人工芝張ってもらいました。であとはこの山の人工芝が残ってます。なんで、あと、あ、そう、テラス席の人工芝も、残っております。来週、もうこれちょっと今週中と思っとったけど、来週中やなになりそうな気配になってきました。はい、そう、あとここにもちょっとライトをつけて、さくらたちのところも明るくしたいなと思います。で、あとはここがテラス席で、テラス席のフェンスも足らない分を全部ありまして、まあ従業員が出入りできるように一つ門扉を設けました。で、やはりあのちょっと全部の木を照らした方がいいなと思ったので、ライトアップを追加します。で、前の事務所にあったフラミンゴさんをここにするか、ここにするか今迷ってるんですが、つけたいと思います。ここにつけるとなんか危ないな。まだ細かいことがたくさん残っとるな。頑張ろう。